こんにちは、ゆきです。今日は可愛い質問にお答えいたします。お母さんの誕生日プレゼントにベースメイク系をあげたいですが、何をあげるか悩んでいます。おすすめのブランドがあれば教えていただきたいです。お母様は乾パンとそばかすが多く、それを隠せるもの、シワにたまりにくいもの、お仕事が終わっても肌がくすみにくいものがいいですと。何かおすすめありますでしょうか。私の個人的見解で2つ決めました。こちら、マーシュフィールドクリーミータッチファンデーション、またはカバーマークフローレスフィット。お母様の誕生日冬ですよね。この2つの商品、冬場の持続力はトントン一緒ぐらいです。ただ夏場はカバーマークフローレスフィットは肌質によってはちょっと崩れやすいっていう人が出てきます。私はね、極度の乾燥肌だからそこまで感じないの。お母さんの肌質だとあんまりわかんないでしょ。となった時に通年で安心して使えるのはマーシュフィールドクリーミータッチファンデーションだと思います。この2つの商品、一番違うのはお値段です。この時点でもう選択肢もだいぶ変わってくると思います。どんなものが欲しいかの条件に合わせて1つずつお答えします。乾パンとそばかすが多く、それを隠せるもの、この商品どちらも私はカバー力星 2.5 にしてます。完全に隠せます。シミ、そばかす、乾パンを持ってる人って、まずそれを隠せるファンデかコンシーラーを探すと思うんです。でね、コンシーラーとも考えたんだけど、この2つを挙げたのはこの商品だけでコンシーラー使わなくてもシミとか全部隠せます。完全に隠せます。だから楽ちん。シミ、そばかす、乾パン持ってる人って、まずはそれをしっかり隠せる自分の中のベースとなるファンデーションを1個持っとくと心が落ち着くんです。新しいものが出ると今使ってるものよりきっともっといいものがあるんじゃないかと思ってどんどん買うじゃないですか。技術もね、開発されていくから。でもそうやってシミ隠しできるファンデーションに出会えなくて、こういろいろ迷子になってる人多いと思うんですよね。そういう意味ではこの2つの商品に出会ったことですごく心が落ち着いた。ちなみに私は仕事柄とか金銭面とか全部考えた上で、日常使いで使ってるのはマーシュフィールドクリーミータッチファンデーションです。これを自分の軸で持ってることで安心感がとても大きいです。シワにたまりにくいもの、これに関してはトントンだと思います。シワってもちろん目の周りよね。その日の自分の乾燥状態にもよるから、この商品なら絶対にたまらないとは言い切れなくて、2つともクリームファンデーションなので、これ今マッシュフィールドのレフィル、少量でよく伸びるんです。だから目の周りとかシワがたまりやすいところは本当少しにしとくとか、あんまり塗らない。心配だったらこうどっか手の甲とかに置いて伸ばすぐらいでもいいし、あんまり塗らなければシワに入り込むこともないので、あとは目周りね、保湿です、はい、保湿はしっかりしていただいて。お仕事が終わっても肌がくすみにくいものがいいです。ごめんなさい、私が化粧を長時間してうわーくすみ出したやだわって思ったことがあんまりなくて、持続力っていう面で話させてください。持続力に関しては冬場はトントンぐらいだと思います。夏場は、ま、カバーマークの方がちょっと弱いよ。マーシュフィールドに関してはパウダーと一緒に使うことで長時間化粧直しなしでキープできるっていう商品なんですよ。使ったら実感できると思います。ちなみにセットでパウダーもプレゼントしたいならどれがいいかな問題が出てきますよね。通常のプルーフパウダー A は白い粉です。ピンクのラグジュアリーパウダーはラメ入りで薄いピンク色、保湿重視のモイストパウダーはベージュです。モイストパウダーが色味は一番つく。私が一番好きなのはラグジュアリーパウダーです。ラメの粒子がすごく細かくてパウダー塗るとこうキラッてする感じ。ただ TPO によって地味にしておきたい時もあるでしょ。ない、まあ、別にそんなすごい目立ってるわけじゃない。そういう時は私はモイストパウダー、あと冬場はモイストパウダー使うことが多いです。保湿が気になるから、マットな感じで仕上げたいの。チャンネル登録よろしくお願いいたします。この2つの商品の大きな違いは塗った時のツヤ感。カバーマークが星3つ、マーシュフィールドが星1つ。カバーマークはみずみずしいツヤ感です。マーシュフィールドクリーミータッチファンデーションはマットベースで自然なツヤ。これもさっきのパウダーと一緒で、お母様がどんなお仕事されてるかとかにもよるよね。
例えば接客業一つにしても、美容部員さんだったらきっとキラキラしてる方がいいから、私だったらカバーマークフローレスフィットを上げるし、例えば学校の先生とかだったらあんまそんなツヤツヤしてられないじゃないですか。そしたらマーシュフィールドとかでしっかりマットな感じのメイクにした方がいいのかなとか思ったりなんかしたりなんかして、うん、めっちゃお金ないねん、でもプレゼントしたいねん編、スポーツカバーファンデーションのソフト S、 これをあげるのもありかなと思います。何せ安い、あと一生使えるんじゃないかっていう量。この商品も全体用のファウンデーションだから顔全部に使えるんです。私はいつもこうにつけてこう練って塗ってくださいって言ってるんです。ただその作業をさ全部にするのってめんどくさいんですよ。めんどくさいことって続かないから結局ポイント使いで使ってるの。私は長年シミに悩んでいながらカバー力高い系の普通の化粧品使ってたんです。それでうまくいってなくて、この YouTube を始めたことでカバーマーク、マーシュフィールド、そしてダーマカラー、スポーツカバーファンデーションに出会って楽になったの。この4つの商品とお母様がまだ1つももし出会ってないならば、どれかもらっただけですごい感動すると思う。シミが消えるから。私のお母さんイメージした時に全然豆じゃないんですよ。だからめんどくさいだろうからとか、そういうのも考えた上でこの2つにしました。そう考えるとやっぱりね、マーシュフィールドのクリーミータッチとカバーマークのフローレスフィットはね、楽なのよね。あれ1個で全部隠せて綺麗だから。そして乾燥が強い人にはダーマカラーとスポーツカバーのハードは、私は冬場はおすすめしてないです。ちょっとねテクスチャーはやっぱり硬くなるからシワに入り込みやすくはなると思ってる。だからこの子たちは私は暖かくなったら使います。ベースメイク系ということだったので化粧下地とかがいいかなと思いつつ、私のおすすめと思っていかがでしたでしょうか。この動画が良かったと思ってくださった方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。私ツイッター、インスタグラムもやっております。よかったらフォローしてくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバーイ。